先端部に T34 を搭載して、飛行試験中の B-17、プラットホイットニー T34 は、プラットホイットニーによって、設計、生産される、軸流式ターボプロップエンジンである。形式名称は、ターボワスプだった。1945年に、アメリカ海軍は、ターボプロップエンジンの開発に予算をつけた。 T34 は1951年から1960年に生産されたが、アメリカ海軍の量産機では使用されなかった。IT34 エンジンは3用の高翼延長プロペラを備え、2機の海軍のロッキード R7V- にコンステレーション波成型を試験用に使用した。1954年9月1日に飛行試験を実施した。1950年9月、 T34 ターボプロップを爆撃の先端部に搭載したボーイング B-17 フライングフォートレスが試験飛行した。最初の T34 の搭載機は後にスーパーグッピーになったボーイング YC-97J ストラトフレーター試作機だった。次の搭載機はダグラスダグラス C-133 カーゴマスターだった。ダグラス c 三十三輸送機は T34 の最大の搭載機だった。ロッキード R7V-2 コンステレーション。一般的特性構成要素性能出展。ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・ヤクラフト1961-62。ありがとうございます。